トップバッターはテルヤアイさん、大城久美子さん、2歳の娘海香ちゃんと一緒に登場です。アイさんが身につけているのはお母様のかすりのジャケットです。フォーマルな服装の中にかすりが入る組み合わせを考えてみました。かすりを使ったネクタイとコサージュは母の手作りです。久美子さんの着物は40年以上前のかすりの二部式です。海香ちゃんは大好きなハイルンを抱いて登場です。頭につけているのはかすりの髪飾り。愛さんのお母さんが手作りしたものです。皆さんお二人に拍手をお願いします。はい、こちらではかすりの模様をカメラでお届けしたいと思います。かわいい。まずは愛さんから。愛さん、こちらのちょっとお気に入りポイントはどちらでしょう？そうですね、この差し色にピンクのネクタイをつけて、あとコサージュ、これ母の手作りのものですね。今日なんかお母さん来られてると。こっちに座ってますね。 ありがとうございます。ありがとうございます。素敵ですね。とっても素敵なコサージュです。そしてクーミー、クーミーがつけてるのはこちら何でしょう？二部式になります。これはで、今日のポイントはこの愛さんのお母さんが作った手作りのコサージュで、オレンジ色にすることでよりかぼちゃカラーになっております。はい、綺麗ですね。かぼちゃカラーで素敵な衣装ですね。そしてこちら、海か、僕の娘です。娘です。妻です。はい、海かです。うーちゃん、これ誰？あきのり。あきのりだね。はい、愛さんとクーミーと海かでした。ありがとうございました。平美織さん、浅戸鈴音さん、美織さんの着物はかすりの二部式です。花アーシーやくじり格子、長板の縦横かすりにトゥイグアーとカキジャーの横かすりを配置したたくさんの柄の入ったかすりです。愛さんのお母さんが作ってくれた手作りのコサージュを2個使いさせてもらいました。鈴音さんが身につけているのはかすりの柄が施されたネイルデザインです。薬指にはかすりの切れ端を使用しています。バッグはピンク色が鮮やかで気に入っています。靴ひもはピンクのブーツに入る色に柄だと思います。いずれも若い方でも取り入れやすいかすりだと思います。お二人に拍手をお願いいたします。さあ、じゃあ美織からポイント聞いていきましょう。こちらのポイントはどちら？愛さんのお母さんが作ってくださったというコサージュ2個使って、あとかすりがシックです。あの、紺でシンプルなのでちょっと合わせて髪色も赤入れました。わあ、かわいい。そして愛さんのお母さんすごいですね。いろんなのも作ってて、いやー、美織の着物もとても素敵です。そして続いて鈴音、なんかいろいろあるんだよねこれね。まずはネイルから見ていただきましょう。見えますかね？見えない。止まっといてよ、はい、見えます。いい、綺麗なかすり柄がついてます。そしてネイルの他には、琉球かすり。このピンクの部分がですね、こっちが琉球かすりになってて、裏もなんかついてる。じゃ、こっちもかすりになってるんです。すごい。そして靴ひも、これあれですよね、5枚の、あのかすりの歯切れを使って、あの靴ひもを作っているんですけど、柄がもう一つ一つ違うんですね。なので世界で唯一って言ってもいいじゃないでしょうか。世界に一つだけの靴ひも、かすりの歯切れを作っております。使っております。かわいいですね。以上、美織と鈴音でした。ありがとうございました。高峰雄一郎さん、城間正勝さん、雄一郎さんの着物は
アルファベットの W に似た万丈の縦横のかすりと、かすりの交点は五つ星の王妃カシオペア、その斜め上の一字丸グムーとその上に際立つ北極星カシオペアの対面にある七つの星の北斗七星が秋から冬にかけての夜空を表している作品です。正勝さんの身につけているのはかすりのジャンパーです。万丈の模様で構成されたかっこいいデザインの男らしいジャンパーです。お二人に拍手をお願いいたします。はい、ゆういちろうかっこいいですね。なんかベンチャー企業とか経営してそうな格好してますけど、こちらのポイントはどこでしょう。はい、さい、はい、はい、はい、で、こちらのポイントなんですけど、サングラスとかを付け加えながら今時風にちょっとアレンジしていますね。若者に合わせて、なんか若者でも着れるようにしてるってことですね。おう、そしてもう一つ、これなんですか。こちらが成人式の時にいただいたかすりの名刺入れになってます。これをワンポイント付け加えてまた新しくファッション。はい、ハエバル町は成人式でかすりの名刺入れも配ってるんですね。プレゼントしてるんですね。これはいい取り組みですね。ゆういちろう、そして正勝さんタグがついてますね。すいません、タグが、あーじゃないですよ、あーじゃないです。こうタグついてますけども、こちらジャンパーなんですよね。そうなんですよ、こうチャックなんですよね。なんか見た目ジャンパーっぽくないんですけど、こう開くとチャックになっていて、あ、なんか涼しそうですね。いや、暑いです。暑いですか、暑いですか、涼しそうですけどね。じゃあちなみに正勝さん、ハエバルの好きな場所はどこですか。あー、トーマバールのバス停ですかね。トーマバールのなんか外国みたいな感じです。トーマバールのバス停、バス停が好きっていう人なんか珍しいですね。ゆういちろうと正勝さんでした。ありがとうございました。具志堅萌子さん、野原恵子さん。萌子さんが身につけているのはかすりの着物と長襦袢のリメイクドレス、手作りの花織ネックレスを身につけて登場です。髪飾りは帯締め、かすりのコサージュ、水引きの紅白うさぎでアレンジしました。第32代琉球かすりの女王として選んでいただいた際の副賞としていただいた反物を仕立てました。当初は茶色って地味、年齢に合わないと袖を通さずにいましたが、女王の活動を通して組み合わせ次第で渋い色のかすりもガーリーにも艶っぽくもなるんだと学びました。今回のテーマはハエバルデウェディング。宮平の高架橋下やアヒダシーの屋敷跡など、ハエバルには素朴だけれども不思議な魅力を持つフォトスポットがいっぱい。皆さんもハエバルで思い出の一枚撮ってみませんか。恵子さんの着物は大城幸四郎さんの作品です。ハエバル町商工会観光協会等各種団体が主催するイベントの時には着物をつけています。県外での商工会研修等、かすりの着物をつけて PR を。月1回は着物に限らずかすりをつけようの日があってほしいと願っています。お二人に拍手をお願いいたします。さあ、先に萌子さんから聞いていきましょうか。萌子さん、こちらのポイントはどこでしょう。ポイントは、今日恵子さんはこういう風にちゃんと設計されてるんですけれども、私は上からパッと羽織るだけでもこんな風に華やかに見えるんですよっていうことを今日は伝えたくて、このような形で来ました。なるほど、普段着でも上から羽織ることで急にかすり感が、上品さが増すってことですね。わあ、素晴らしい。そして恵子さん、こちら大城幸四郎さんのところであった、このポイントはどちらですか。これは付け下げと言いまして、下の方にだけ模様が入っていて、留め袖みたいな感覚で結婚式とかでもつけていけれるように、ちょっと格がちょっとだけ上がった着物になってます。とても上品な着物でございます。萌子さんと野原恵子さんでした。ありがとうございました。マイムさん、おとねさん、マイムさんの着物は
機織り機に似た 縦横かすりが斜めに流れるように配置され、その空間を埋めるようになっております。縦横カラスを配置し、バランスを重視したデザインになっています。そこに黒のチュールスカートと黒のブーツを合わせて袴風に仕上げました。音音さんの着物は50年以上前の着物で、当時は一般的に60歳、73歳のお祝いで主に着られていた着物だそうです。自分で制作したワンピースと黄色のエプロンで大正ロマンをイメージしてコーデしました。若いお二人に拍手をお願いします。マイムと音音は、劇団海の団員として、マイムが3回目まで、そして音音は4回目まで、出演しておりました。そして今回ファッションショーがあるということで、ぜひ参加させてほしいということで来てもらいました。マイムはね、昨日おととい東京からね来たんだよね。昨日の朝8時の便でちょっと来させていただきまして、ファッションショーに出たいって思い出でね。はい、ありがとう。マイムのこのポイントはどちらですか？はい、この縦横かすりの下から来ているタートルネックだったりとか、黒のブーツに黒のチュールスカートを合わせることによって今時の女の子風に仕上げたところがポイントです。このかすりとね、このスカート合わせてとってもいいですね。そしてあとね、これもすごいよね。これのポイントは？こちらのポイントは基本的、私服とかでなかなか着ないような感じのコーディさせていただいて、自分の作ったエプロンとこちらの白のワンピースを合わせてコーディネートさせていただきました。あ、これが音音が作ったってことね、スカートとこのエプロン。わー、音音とかすりの融合だね。そちらは意味が分かりません。そこは意味分からなかったですね、すいません。マイムと音音でした、ありがとうございました。次はハエルンとハエルン隊の皆さんです。ハエルンの着物は皆さんおなじみの黄色の着物に赤のイーヌジーの模様が可愛く、ハエルンをより引き立たせるお気に入りの一着です。そしてハエルン隊が着ているカリウシウェアはハエルンに合わせて緑で揃えてみました。いつも可愛いハエルン、皆さんいかがでしょうか。さあ、ハエルンやってきましたけども、ハエルンといえば特技があるんですよ。しかもかすりにね、ちなんだ特技があるんだよね。はっ、バレてしまったって顔してるな。特技があるんだけど、今披露してもらえるかな。ハエルンの特技、高速かすり折りっていう特技があるんですよ。それをご覧いただきましょう。それではハエルンの高速かすり折りです、どうぞ。はやーはやー、 ありがとうハエルン。以上、ハエルンとハエルン隊でした、ありがとうございました。通れるこっちからでも、あ、大丈夫ですか。沖縄県立芸術大学大学院生、ヨザ・ジョン・ロバートさんです。大城茂太さん、ハエバル町議会議員さんです。ジョンさんが身につけているのはかすりと両面花織り、ハイオハエバル織りの着物です。1960年代に名護市のキリスト教聖公会ウィリアム・ハイオ神父さんより指導を受けたハエバル町アザ・キャンの田本茂子さんが1992年に命名した、両面兼用できる重宝な綾組織の織物です。今回の衣装は初めて糸染めから織り上げまで自分自身で制作した着物です。茂田さんはかすりのジャケットを身につけています。義理の父が結婚披露で着用したかすりのジャケット、私も結婚披露でつけさせてもらいました。親子2代で
人生の晴れ舞台で袖を通した思い出のジャケットです。皆さんもう一度拍手をお願いいたします。すごい。与田さん、これは珍しいこの着物っていうことだったんですけど、だからどういったものなんですか？そうですね、特徴としては、ちょっと見えるかな、ちょっと洋風な柄が特徴としてありまして、この柄っていうのがアメリカで出版された図案を元に作られています。で、1992年に説明もあった通り、田本茂子さんが発表した作品で、今結構おられてる方もいらっしゃるんですけど、あんまり知らない方も知ってる方もいないということで、ちょっと今回の日に発表させていただきました。あー、素晴らしい、ありがとうございます。すごい着物ってよこれ。そして茂田さん、なんか若く見えますね、いつもより。これ着るといいですね。茂田さんもこの黄色でちゃんとお父さんから受け継いで。はい、そうです。これなんかもう着心地とかどうなんですか？いや、バッチリですよ。バッチリ。つけたいぐらいです。いつもつけたいってことですね。でも洗ってくださいね、洗濯とかもね、してくださいね。重田さん、いろんな各アザの公民館に人が集まるようにもっと頑張りましょうよって言ってるのを議会でもね、言ってますんでね、ぜひ引き続きハイバル町のためによろしくお願いします。与田さんと城重田さんでした。ありがとうございました。ハイバル町議会議長赤嶺夏恵さん、副町長荒垣義則さん。夏江さんはかすりのスカートを身につけています。35年前、商工会女性部立ち上げの時に作った母のかすりのスーツを12年前に私が議員初当選した際に譲り受けました。ジャケットはコサージュや胸当て等にリメイクし、スカートはそのまま着用しています。議会や交流の場には必ずと言っていいほど身につけている大事な勝負服です。私の娘が、お母さんのイメージはこのスーツです、このスーツ姿が一番好きといつも言っているので、本日はこの服を着ました。よしのりさんはかすりウェアを身につけています。家族からもらったお気に入りのウェアです。白を基調としたこのかすりウェアは懐かしく夏らしく、とても着心地が良く、時期的に着るのはまだ早いですが、今回この機会に皆様に見ていただきたく着てきました。皆様お二人に大きな拍手をお願いします。もう基調もされてますけど、夏江さん、この着物のポイントはどちらですかね？まあ洋服なんですけど、着物じゃなくて。あー、すいません、間違えました、すいません。あー、こんな人怒られるんだ。俺なんか世代こんな人怒られるんだよな。あー、すいません、洋服ですね。ポイントはどこですか？ポイントは、ポイントというよりこの、スーツだったもの、母のスーツをスカートはそのままで、ジャケットを分解してもう端切れまで全部使おうということで、全部コサージュにしたりということで全部残すように使っているというのが自分の思い出ですね。はい、なるほど、これいいですね。これなんか涼しそうでとてもいい、コサージュもとてもいいですね。そして、副町長吉典さん、まあ与那覇、僕与那覇出身で与那覇の大先輩でもあります。吉典さん、やっぱこれ似合いますね、かすりがとても。こちらポイントはどこでしょうか？いただきもんですから見ての通りでございます。さすが副町長です。やっぱ吉典さん、昔ラグビーやってたっていうこともあって胸板がすごいですね。とても似合っております。副町長の荒垣吉典さん、そして早原町議長の赤嶺夏江さんでした。ありがとうございました。早原町立南西中学校の長嶺里亜さん、中澤あかりさん、早原町立湘南小学校の大城リーサさん、大城リリカさん、キャン・アイリさん、ハエバルの織物の産地であるキャン・テルヤ・モトブが校区であることから、ハエバル南西中学校の制服と湘南小学校の体育着にはかすり柄が施されています。南西中学校はくじり格子、湘南小学校はトゥイガーです。
皆さんもう一度拍手をお願いいたします。この南西中と湘南小学校の、まあ、制服と体育着それぞれにかすりの模様が入っているということで、あ、ちょっと前寄ろうかな、ちょっと前寄って、じゃあ後ろこっち来ようかな。でこう模様が入ってるんですよ。で南西中はどこかな、この後ろにも、あ、じゃあちょっと後ろ向いて、あー本当だ、こっちにかすり模様があるんだね。あと湘南小の体育着はこの肩のところに、模様がついております。すごい。じゃあちょっと、このマークにもあるんだ、あ、ちょっと教えてくれてる今。この湘南小ってマークの中にもトゥイゴアの模様が入ってますね。わあすごい。じゃあ皆さんにこの模様を見せながら、それぞれの模様を見せながらバイバーイってやりましょう。せーの、バイバーイ。はーい、南西中と湘南小の皆さんでした。ありがとうございました。次はダンスチームビューリーズの皆さんです。ビューリーズとは、ハエバル町の特産ヘチマ、ハエバルビューリーを PR するために、平成24年に結成されたキッズダンスチームです。平成25年にヘチマ大使に任命され、オリジナル曲でダンスを踊り、ステージを盛り上げ、ハエバル町の PR を行っています。今回は、かすりのファッションショーということで、琉球かすりの歯切れをお母さんたちに、可愛く髪飾りにアレンジしてもらいました。これからもハエバルビューリーとハエバル町の PR 活動を頑張っていきますので、イベントなどでビューリーズを見かけた際には応援よろしくお願いします。拍手で応援をよろしくお願いします。はい、オープニングでもダンスを踊ってもらいましたビューリーズなんですけども、お母さんにこの歯切れで髪飾り作ってもらったっていうか、ちょっと後ろだから回れ右、さあこれかわいい、すごいかわいらしい、かわいい、いろんな、あ、縫われてた、言われてたり、あ、すごい、あ、こんなのもあるんだ、わあ、いろんなものがあって、あ、このパターンもあるし、このパターン、あ、かわいい、おしゃれ。はい、前向いてください。そして最後バイバーイ、ビューリーズでした。ありがとうございました。荒垣さとしさん、滝原由紀さん、市松模様になった構成を七ヶ原と呼び、その中に花に似たユカドゥを明暗のコントラストで表現して、とても安定したデザインの着物を着た荒垣さとしさん。トートバッグはオリジナル制作された世界唯一の一品です。ゆきさんの着物は縦と横のかすりで構成する主役の柄3玉に、横かすり1ちまるぐむ4玉、少し大きめな柿重2玉の柄、現代の方がデザインされた様子がわかるような斬新な作品です。ハエバルの豊かな自然、そして名産のかぼちゃを連想させるグリーンのカラーと、今回の劇でデビューさせた帯を合わせました。お二人に拍手をお願いいたします。さあゆきさん、これ綺麗ですね。このポイントはどこでしょう。そうですね、このグリーンの色と、もう今回デビューさせた帯で、私の雪にちなんで、すごい雪の結晶みたいな感じになるように合わせてみました。なるほど、雪っぽく、あ、本当だ、上も。お母さんの手作りのコサージュですね。愛さんのお母さん、すごいですね。こんないろんなところに愛さんのお母さんが散りばめられてて、あ、とても素敵です。そして佐藤さん、こちら、あ、まあ、なんか華やかでとても綺麗ですけど、七ヶ原、まあ、瓦を敷き詰めた模様らしいですね、ベースで。でちょっと夏でも涼しい感じをイメージするためにハットと、あと足袋、これは私のオーダーメイドで実寸測って作った足袋で、オリジナルはもう一つ、このトートバッグもいただき物なんですけども、中をめくると、おー、かすりだ、かすりの模様があるという、はい、おー、こういったのおしゃれですね。とってもアイテムで
自分を高めていくと。ああ素晴らしい、サトシさんとユキさんでした。ありがとうございました。ラストに登場するのは貝原町観光協会会長諸見里はじめさん、そして稲福千秋さんです。はじめさんのかすりウェアは今日のためにオーダーしました。本日初めて来ます。いかがでしょうか。千秋さんは今回初めて仕立てた着物を着てきました。イベントや子どもの入学式等さまざまなシーンで活躍しているお着物です。伝統文化として貴重なかすりですが、自分らしさを表現するものとして今でも進化し続けていると思います。もう一度お二人に拍手をお願いいたします。さあ千秋さん、とっても綺麗な着物ですけど、こちらポイントはどこでしょう。ありがとうございます。今日はちょっとメンズライク、あの男性の着物の着方で着てみたんですけど、であとは自分の普段から使ってるアイテムを混ぜてより自分らしく着てみました。自分らしくこうやって着こなすってのとてもいいですね。いやそして、待って、何これ。スマホケースもかすりのスマホケースですね。あと、あとはネックレスもかすりのネックレスで、くるちの中にかすりのボタンがついてます。入れ替えできるってことですね。ね、はい、いろいろその日に合わせて気分によって変えれると。おわーすごい。そして灰原町観光協会会長のはじめさんです。すごい、これもいいですね。ポイントはどこでしょう。ポイントはですね、襟もいいんですけど、この袖のこのラインが僕好きですね。はい、いいですね。ここの縦に入ってるのがとってもなんかおしゃれでかっこいいですね。はい、あとなんかはじめさんサングラスかけたらトム・クルーズみたいな感じでしたね。かっこよかったですね。ああトム・クルーズだ。ミッション・インポッシブルだこれ。かすり版で作ってほしいですね、ミッション・インポッシブルも。はい、はじめさんと千秋さんでした。ありがとうございました。さあ全ての出演者出てもらいましたので、ここで写真撮影を行いたいと思います。皆様シャッターチャンスになっております。カメラの準備よろしくお願いします。出演された方は皆さん一列に並んでください。それでは撮りたいと思います。まずはですね、僕から見て奥の方、右側ですね、あちら奥の方に皆さん向いていただいて、そちらカメラ行きますよ。はい、チーズ。パシャ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 、ちゃんと見てね。海かも見てよ。はい、ありがとうございます。そして続いて反対側、僕の正面ですね、こちら行きたいと思います。左側ね、皆さんあの出演者の方は左側向いてください。それでは、はい、チーズ。はい、よろしいですかね。はい、ありがとうございます。そしてラスト正面行きたいと思います。いきますよ。はい、チーズ。はい、はい、ありがとうございました。写真撮れましたかね。以上、イーチリーファッションショーでした。ありがとうございました。